ウォルドコテッジ隕石の落下地点に立つ記念碑、ウォルドコテッジ隕石、またはウォルド・ニュートン隕石は、1795年12月13日、イギリスのヨークシャーに落下した隕石である。イギリスで落下が目撃された記録の残る最初の隕石であり、隕石が地球外から飛来するものであることの証拠となった隕石である。回収された隕石は 25kg で L6 型の石質隕石である。ウォルドコテッジ隕石はロンドン自然史博物館で保管されている。1795年12月13日の午後3時頃、イーストライディング・オブ・ヨークシャーのウォルド・ニュートンの付近に落下し、その地方の地主であるエドワード・トップハムによって隕石は購入され、ロンドンに送られ、王立協会のジョセフ・バンクスに渡され、バンクスの指示で科学者や鉱物学者によって調査が行われた。当時まだ隕石が地球外の物質であるかどうかは議論されていたが、ウォルドコテッジ隕石の落下の目撃は、隕石が地球外の物体であることの証拠となった。隕石の落下点には記念碑が建てられ、2003年に醸造業者が設立され、ホーリングストーンという名のビールが製造された。ありがとうございます。